はい、どうも皆さん、こんにちは、ゾムです。早速前回の続きをやっていきましょう。そして皆様に謝らないといけないことが一つだけありまして、ちょっと2階のこの西廊下のところから上からチクチクと歩いてくるやついたじゃないですか。そいつどうやったら追い越せんのやろうと思って何回かやってたら、ちょっとあることを発見してしまいまして、なんか行ってるじゃないですか。そしたらどうやら下の通路みたいなところに入って行ってるんですよね。でそこにちょっと興味本位で撮影外のところで行ってしまったっていう。で本当だったらここ入ったらなんか実績がアンロックされてっていう感じだったんですけど、まあそれがちょっと見せれなかったっていう。多分ジェムかな。そうやな、ジェム手に入れた。よし戻ろう。じゃあこっから始めていきましょう。結局今あれか、謎解きに困ってる状態か。くくりナイフ、ライターオイルで、ランプ、ペンダント。ライター、ランプにライターオイル入れられへんのかな。あんまりなんか、てかよく考えたら、これくくりナイフで切れたりする？あ、切れた。あ、そんな、え、クモこっち来てる気する。え、え、来ないで。え、こんといで。え、これ踏んだらなんかトラップ発動するとかないやんな。え、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 な、な、な、何今の。明らかあやちゃんじゃなかったで今。からのライター何も入ってない。これはこれも関係ない。でもからのライターを手に入れたから、そこにライターオイルを入れて、え、どうしたんですか。何があったんですか。からのライターオイルに、さっきのライターオイルを入れて、で、どっかに行けるようになるのかな。じゃあ外出てみよう。あれ、あの通路に入ったからか分からへんけど、あいつ怖くなってんな。これを、お、あ、これであれか、ライターが使えるようになったと。ライターを使えるところってどこがあったやろ。燃やすってことやんな。ここ、すいません、やめてください。一旦こっち行って、あ、セーブしとこう。ライターか。で、食料庫はもう関係なさそうやけど、関係ないやろな。他調べてなさそうなところってなると、こうかな。なんかほんまに積んだ。探しまくってるからカットしとこうかな。なんか調べれる。油？調べとかあったやん。全然気づかなかった。ジェム、あ、でもこれで、これで燃やせる。これで絶対燃やせる。うっ、え、今あの犬こっち来てたよな。あれ違う。油手に入れて、ライター手に入れたから、何かを燃やすっていうことなんやろうけど、何を燃やしたらいいんやろ。さっき死体じゃなかった、
なくて、それか、もうあそこぐらいしかないな。これ燃やすって。え？あ、マジか、ここやったん。炎の卵のセリフ、邪魔するやつは燃やしちゃえ。さっきの、さっきっていうか、あの炎のセリフがここで出てくんねや。で、ここで、油とライターを使うと。なるほどね。ほら、食らえ！邪魔するやつは燃やしちゃえ。いけいけ！あ、すごっ。あ、よく燃えてる。熱い、熱い。苦しい、助けて。あ、嫌だ。さよなら。すごいな、あやちゃん。才能あんで。セーブしに行こう。そうか。あそこで油と炎を使うんやったんや。なるほどね。もう確実にあの生きてるゾンビ犬か、もしくは何だっけ、あ、ゾンビの下に使うなと思ってたけど、これで通れるようになったと。これで研究室やな確か。あ、カラスここれやん。え、うわうわ、なんか嫌、入りたくない、ここ。え、マリアおるやん。お嬢様、ひどい怪我してるわ。 いえ、これぐらい平気です。え、マリア生きてるやん。私に構わず安全な場所へお逃げください。ここにいては危険です。お父さんはどこ？部屋にいたらお父さんの悲鳴が聞こえたの。そうだわ、教授を助けなくては。え、大丈夫？めっちゃ負傷してるやん。その怪我じゃ無理よ。しかし、お父さんに何があったの？教授はこの奥に。奥様が教授を？奥様が教授を？これやっぱお母さんゾンビ説あるんちゃう？奥様ってお母さんのこと、どういうことなの？マリア、マリア、おやおや、気絶してしまわれたようですね。あ、ハグ親父や。どうやら君のお父さんはこの先に連れて行かれたようだ。ここよりも深い地下の迷宮に。マリアは何を見たの？お母さんは亡くなったはずなのに、一体何が起きてるの？混乱するやろな。まさかお母さんまで呪いの力で。その疑問の答えはこの先にあるでしょう。そっか、不思議な人。気を失っている。てか、あのハゲ野郎はマジでな、どういう感じの人なんやろう。え、調べれる風になってるけど、あ、これマリアか。一旦ちょっとセーブしよう。でもあれやね、お父さんはこのマリアと浮気してたから。浮気っていうか分からへんけど、お母さんが死んだ後やから、再婚相手って言ったらいいのかな。まあそれはよく思わへんやろな、ほんまものお母さんも。とりあえずここ入ってみよう。え、どうしたんすか。え、お母さんやん。え、お母さん出てきたやん。お母さん？お母さんなの？待って、あ、新しい立ち絵や。そう、今のは本当にお母さんなの？いや、見た感じ、お母さんやったけど、
私がお母さんを見間違えるはずがない。あの姿はお母さんだった。どうしてお母さんまで。やっぱりこれも呪いの力のせいなの。気がつきませんか。どこによってお前。この惨劇はある女性の呪いの力によって呼び起こされたのです。君のお父さんに対する恨み、その恨みの念が呪いとなり、お父さんを死に追いやろうとしている。その女性ってもしかして。もうお気づきですね。そう、君のお母さんです。そんなはずない。なぜそう思われるのですか。だってお母さんはお父さんのことを愛してたもん。お父さんのお仕事のこともお母さんは理解した。それにお父さんだって お母さんのことを愛してたんだもの。お母さんは幸せだったんだよ。お父さんを恨んでるなんて、そんな。もしかしてお母さん、お父さんとマリアのことを。信じたくない。でも確かめに行くのですね。お母さんがお父さんを。そんなはずない。だって約束したんだもの。お母さんが約束を忘れるはずがない。何の約束をしたんやろう。遺体安置室やで、名前。そうか、これ、あ、戻れんねや。でもなんか左の、なんか左のサンプルみたいなやつ手ついてるよな、あれ。怖すぎやろ。ジェム拾おう。で、自分セーブします。いやー、でもな、何か分からんけど、お母さんは何か約束をしてんねんな。そのお父さんを傷つけないって言ったら分からんけど、あ、頭がある。え、何今の。え、なんで体あっちゃうのに頭あっちなん。次進んでみよう。え、何あれ。なんかハエがいっぱいおるから、もう死んでんねやろなってのはわかるけど。老人は一人でに何かつぶやいている。つぶやきじいさんっていう実績をアンロックしたぞ。え、生きてるやんお前。まったく、あの若造め、あの女の言いなりになりよって。あいつは騙されておる。あの女の本性を知らんのだ。あの女は悪魔を生み出そうとしておる。ドクター以上に頭の狂った女だ。ふん、まあどうなろうと俺の知ったこっちゃないかな。この女っていうのはお母さんのことを言ってるのか、それともマリアのことを言ってるのか。まあ多分マリアのこと言ってんねやと思うけど。そうか、じゃあ裏でマリアが糸を引いてるっていう感じになるのか。あー、やっぱマリアがお母さんをどうにかして生き返らせたけど、そのお母さんに実は自由意志がなくてっていう風な感じなんかな。なんかそう、ラスボスの匂いすんねんけど、大丈夫。木製のバリケード。ん？ん？あれ何？何今の音。あ、はしごや。あ、これで屋根裏が。したいやん、あれ。よし。鍵を開けた。あ、ここが貯蔵庫につながってたんや。へえ。じゃあ外出て。待てよ、犬が。あれ、犬おらんくなってる。もしかしてだけど、もしかしてだけど。一つ残らず食い散らかされている。あー、なるほどね。で、あの犬はもうここの食い物を全部食い切ったから、違う食い物を求めて外に行ったと。そうか、じゃあ今後あの犬がなんか青鬼的ポジションみたいになるのかな。追いかけ回ってくるみたいな。でもこのゾンビを見てる限り、あれか、ゾンビは食われへんのか。
りあえず屋根裏、はしごゲットしたし屋根裏に行ってみるか。じゃあ今回ここまでにしとこう。屋根裏に、次は次のパートでは屋根裏に行くって感じにしとくか。疲れた。いや疲れたというか怖かった今回も。まあでもなんかお父さんとマリアとお母さんの関係がなんか徐々に徐々に見えてきたっていう感じやね。まあなんかマリアが黒幕な気するけど、まあそれもやっていけばわかるか。あやちゃんもう少し頑張っていこう。うん、じゃあまた次回のパートでお会いしましょう。そんじゃまたぬー。